さて、こちらのグラフはですね、長崎県内の公立高校と小学校の教職員の志願倍率を示しています。かつては高い人気を誇りいわゆる狭き門の職種の一つでしたが、その倍率は減少傾向が続いていまして、赤い線の小学校で見るとこの10年で10分の1ほどまでに下がっています。背景には長時間労働など教育現場を取り巻く環境の厳しさも指摘されています。こうした中、県立学校の新規採用者の辞令交付式が今日行われました。辞令交付式に臨んだのは県立高校の新任教職員ら150人です。大村市で開かれた式では、新任教職員を代表して黒田さくらさんに辞令が交付されました。県の中崎健治教育長は、ここ数年問題となっている教職員の不祥事に触れ、不祥事が起きると全ての信頼を失うことや、教職員を志した初心を忘れずに子どもたちに接してほしいと話しました。教員になりたいと思った理由、1位はですね、尊敬する教員、憧れる教員に出会ったからっていうのが一番なんです。今からなんですけど、そういう良き恩師になっていただきたい。私は専門が地理なので、自分の見たことのない世界、そういったものを伝えていって、さまざまな視野を広げて、子どもたちの可能性を高めていきたいと思っています。大変なことは分かってたんですけど、実習とかを通してそれでもやっぱり教員っていう仕事が好きだと思ったので、頑張ろうと思います。不安もあるんですけど、子どもたちの笑顔が一番見たい気持ちが多いので、そちらを楽しみに現場に行きたいと思っています。子どもたちの成長の大きな支えとなる教職員の仕事、明日からそれぞれの学校で教育者としての第一歩がスタートします。